学生時代の音楽ディグを振り返ろう。ということで、今日は3人で、お届けしたいと思います。はい、ウキラさんとマヒロさんですね。久々に来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日のテーマなんですけど、中学生とか高校生ぐらいの時の音楽とのね、付き合い方といいますかね。はいはい、うん、あの頃、まあ、こういう風に、まあ、情報を得てたよとか、ね、うんうん、ネットだったり、まあ、雑誌だったり、こういう詳しい先輩がいたよとか、はいはい、まあ、そういう昔話をね、今日はそれぞれ振り返っていきたいと思います。はいはい、一応、僕とアキラさんが結構年は、1個違いなので、で、僕が22で今年3なんで、うん、8歳ぐらい違う。それ10と9違う。あ、10と9、結構違う。こいつ結構違うんですね。で、僕と秋田さんは割と北海道の地方の方でしたね。同じ、はい、高校一緒だったんで、はい、多分生活の県内ほぼ一緒な感じですね。僕はまあ育ちは札幌なんで、札幌が多かったですね。うんうん、だったね。たぬき工事とかあったね。いくらでもなんか、ね、まあ、ね、今はたぬき工事すぐ近くのね、貸し会議所室にいるんですけど、うん、そうですね、なんかいっぱいね、楽器屋さんだってあるし、あの、ね、CD屋さん、当時はね、きっといっぱいあったろうしみたいな感じがしますよね。そうですね。てか、それより何を、やっぱもうこれだけ世代違うと、もうスマホ当たり前の世代に、うん、あ、そうですね、中高生生きてるという、もう素晴らしい、ね。僕が携帯持ち始めたのが小5で、で、小5から、まあ、ずっと YouTube とか見てたんですよ。ああ、もう、もう。そうですね。でも、その音楽アプリっていうのはやっぱお金かかんないと取れないんで、うん、なかなか聞けない、まあ、YouTube で上がってるやつしか聞けないんですけど、うん、あと音ゲーとかの時にその、うん、例えばセカオワとかで音ゲー作るみたいなアプリとか流行って、うん、やっぱ携帯でみんな聞いてましたね。はいはい。ああ、はい、最初は。え、でも違うの、うんうん、でスマホはね、僕も大学入って、ちょっとしてから出てきたら、ガラケーだったし。なんかね、やっぱ着歌、着歌フルとかなんかあるよね、着歌、うん、着歌ってそのカラオケの後ろに流れてるみたいなやつあ、全然普通の CD の、本当に CD のそのままの音源ですね。まあ、そうか。でも着歌なんか高くて買えなかったような気がしますね。YouTube が出てきた時、中学生ぐらいしかなかったでしょ。まあ、なんかね、あったし、うん、うん、あと、僕は本当にニコニコ動画がすごい、めっちゃ見てたんですよね、いろいろ、まあ、曲もそうだし、うん、そのなんかいたんですよ、ニコニコ動画に洋楽のすごく有名な曲を の、うん、あのミュージックビデオをあの高音質、高画質でアップするっていうのテーマで、あの毎週こう今回は誰々みたいな感じで上げてる人がいて、うん、僕それめっちゃ見て、あの洋楽を、洋楽がすごい好きだったんですよね。本当にあの今ボリュームの200ぐらいまでいって、まあ、もう今昔はやっぱありえたんですけど、今もどんどん消されちゃってますけど、はいはいはい、当時本当それでもうそれあのニコニコだから歌詞こう出してくる職人の人もいて、それでもういろんな曲の歌詞とかも覚えたし、いっぱい弱く聴いたなぁと思いましたね。あ、そっか、ニコ動使い方わかんなくて当時はね、あの難しかった気がする、ね、周りにも誰も見てる人いなくて確かに、はい、YouTube で結構僕は見てましたね。なんかいろいろ調べて、そのアーティストのこととかを調べて、その埋め込まれてたりするんですよ、YouTube のこう動画というか、あ、ブログとか、ブログとかいろいろ出してて、なんかこの赤いサイト、なんかよく出てくるなみたいな、途中で気づいて、あ、これを元のサイトに行けば好きなもの検索できるなって気づいて、めっちゃ感動して。そっからですね、YouTube でいろいろ調べて、こんなことやっちゃったね。そうですね。YouTube で調べて、あとはなんかそのおすすめみたいな、その勝手に出てくるじゃないですか、うん、割と近しいもの、うん、それを聞いたら、あ、これもいいな。兄弟も結構、あ、姉さんはね、弟だから弟なんだけど、うん、僕は姉が向こうでいて、うん、結構音楽好きでいろいろ聴いてる姉だったんですよね、うん、篠井由奈とか、篠井とか、長島美香とか、そういうの全部姉にこう教えられたというか、姉が聴いてたから僕も CD こう拝借して聴いてたみたいな、うん、あ、お姉ちゃんが CD をいっぱい買ってたの。そうそう、買ってましたね、今これがあって、まあ、それをちょっとパクってきて聴いてたなってのがありました。結構それはでかかった。僕もお父さんですね、お父さんが家に CD いっぱいあって、まあ、MD とかもいっぱいあったんですけど、うん、それが渋谷系だったりとか、そうそう、ちっちゃい、そう、渋谷系だったりとか、渋谷系お父さんすごい好きだったり、うん、渋谷系の VHS とかもいっぱいあったんですけど、うん、まあ、渋谷系とか、たまにビートルズとか、うん、そのアルバムじゃないです、変、そのなんか、プップな曲だけ集めたとか、5曲だけ集めたみたいなのが、なんかいっぱいあったんですけど、それをどんどん聴いてって、あ、面白いと思って、まあ、渋谷系好きになって、うん、
その例えばフリッパーズギターはじゃあ誰と誰なんだ、あ小山田圭吾とお酒なんだ、じゃあ小山田圭吾と山田圭吾今の聞こうとか、うん、逆にその人たちが影響を受けた細野晴臣とか、はいはいはい、アステックカメラ聞いてみようみたいな感じで呪術つなぎに聞いてったと思うんですね、うんうん、家族でかいかもしれないですね。そうですね、家族は、うん、翔太さんなんでアナログに聞き始めたの？あーでもそれ結構また最近になっちゃいますね、社会人になってからなんで買い始めたの、はい、CD も CD はずっと中学生から買ってましたの、でも田舎すぎてあの買えるところがなくて。そんなにいいですか？2人とも一緒のところなんですか？僕らここは一緒なんですけども、あの翔太さんはちょっと遠くから僕の方の地元の方向に来てる人、なるほど、なんか JR で遠くから来てる人感じだったね。本当になくて、うん、でなんか僕ずっと Amazon で CD を買ってて、おAmazon の中古 CD で1円のやつが結構あるんですよ。1円と送料370円ありがち、340円とかのやつをプレゼント、はい、そういう1円で買えるいいやつをずっと探して探して、それをもうポチって頼んで、うん、で、まあ、家の郵便局に届くんで、それをいつも楽しみにしてみたいな、素敵な感じでやってました。だから、まあ、そういう中古店とか、まあ、ないこともないですけど、ちょっと遠くて行けなくて、うん、中古だったら僕ゲオと、うんうん、ブックオフをめっちゃ行きまくって買いってたし、うんうん、まあちょっとね、親に連れてってもらった時とかはそのブックオフとか言ってもらって、うんうん、買ってました、ね、確かにブックオフ多いですね。めっちゃブックオフ行ったな、うん、最初の方はでも僕も中古じゃなくて新品を買いました、ね、一応まあお金がなくなってくるんで中古じゃないと思って言ってでブックオフとかで、それこそ5&とかもそうですけど、あ僕もそうですね、18歳ぐらいの時に、そう、札幌の 5&18 歳ぐらいの時に行ったら、それはレコードでしたけど、っていう感じで、途中から中古になりました。最初なんか、中古品みたいな概念を知らなくて、ね、全部タワーレコードとかで新品買って、確かに確かに。なんか、ある日その、たまたまブックオフみたいなところに行って、欲しかったやつ、その定価の半額ぐらいで売ってて、こんな安いの、なんか、異様に安いみたいな。なんか、なんか中古だったら汚いのかなとかいろいろ思ったけど、そんなんでもないし、うん、あ別に中古で買えるのかなと思って、そこから楽しくなる、うん、いかにこう安く自分の欲しいやつを探すかみたいな、うん、ディグ系でいくと、あの、まあ、今も結構減っちゃいましたけど、その音楽誌、昔は結構あった気がしますね。もうちょっとなんか、毎月出てるような CD 出たら、あの誰々特集とかって今結構減っちゃったような気がするけど、ロッキンオンとかなんせ B パスってやつ、あの僕昔めっちゃ買ってたんですけど、もう多分なかったじゃないですか。ですか、調子見たらわかるかな。まあ、J-POP こうなんでも、うん、あの持ってるみたいな感じで、あれ見てこう、こんな人たちいるんだみたいな感じで言った気がするな。なんか音楽の話できる友達とかありました？なんか学校とか。まあ、あの中高生の時バンドやった友達と結構いたりとか、あと今でもすっごい仲いい子、本当に高校の時最初出会った時に、そのこと初めてこの洋楽の話いっぱいできたっていう子が思わなかったんですけど、いてすっごい本当にあのありがたかったですね。存在としては洋楽の話当時なんかできるってなんか本当になかったみたいです、ね、そのことだけは本当にいろんなビートルズの話もしたし、いろんな洋楽の話いっぱいしたなってなりますね。めっちゃいいです。なんかそういう自分の好きな音楽話できる友達に会ったの大学に入ってたんですよ。まあまあ遅め結構遅くて、それまでずっと一人でインターネットでもう一回話調べてウィキペディアとか見ながらふむふむみたいな感じでいろいろやってたんですけど、初めてなんか分かる人がいるってすごい感動したのを覚えてますね。ちょっとその早いの羨ましいですね。ありました、友達いまだにないです。未だにないです。いまだにない。そのいや同年代いないです。本当に同年代いない。やっぱずれてます。やっぱりその相手が好きなのはまあ一緒のコーネリアス好きとかあるけど、もうそれ以外は全部違うとか。うん、まあ、昔の音楽好きなのは一緒だけど全然ジャンル違うっていうのが。うん、結構いて、今の子たちは今の子ってのは、ね、僕らは今の子たちの方ですけど、はい、どうやって、ね、見つけてるんでしょうね。まあ、でも TikTok とかでっかいんじゃないですか。あ、 TikTok でかいですね。めちゃめちゃでかいですね。 TikTok でね、こうフラッと流れてきたやつ、あ、なんだろうこれ、はい、じゃあ YouTube で調べますね、うん、好きだみたいな感じで、感じます、ね、そうね、うん、札幌にもテレビ大陸温度っていうバンドがいて、でそれが TikTok でバズっ、高校生のバンドが、男の子たちのやつ、そうですそうです。でそれ流行る前に僕が何回かこうライブとかで見たりとか一緒になったりしてたんですけど、すごいなこの人たちと思ってたんですけど、すごいアナーキーなことばっかりやってるし、アナーキー全部なんですよ本当に。でも服装はめっちゃ16歳普通のめちゃくちゃ16歳で、あの TikTok でパッて上がった動画が一気に一気に再生され、バズって、でなんかヒットチャートなんかダウンロード数が
TWICE とか超えて日本1位になるみたいな。マジっすか、わけわからない、うん、すごい TikTok ってなるんだけど、高校の年生がすごいですよね。いや、すごい一気にそういう時代なんだけど、うん、TikTok で買う、うん、あんまね、おすすめしてくるもんね、黙ってね、つまみとしてるだけでひたすらですね、できてたら1時間ぐらい時間取ってる、できたら時間取ってる、あれマジで怖いんだよね。ここ思い出のレコード買った場所とか、ここ思い出の CD 買った場所みたいな場所ありますか、ね、マジでここっていうとすると苫小牧の山田電機かな。山田電機山田電機の だいたいあそこで新品の CD は買った、はい、当時今もまだありますけど、昔山田電機のポイントシステムってだいぶおかしかったんですよね。行くたびになんかもう結構何十ポイントぐらいとか平気でもらえたりとかしたりもあったんですけど、新品はだいたい僕そこで買いましたね。クイーンのオペラ座の夜も確か新品そこで買った気もするし、新品出たら絶対あそこに行って買ってくるみたいな感じがありましたね。山田電機なんですか。山田電機なんすげえ。僕普通にタワレコ行ってましたよ、トモコワに。ああ、よく行ってましたね。タワレコードに行って、なんか紙のポイントカードみたいなやつがこう、いろいろ買ったらどんどんこう、はいはい、打ち込まれていくんですけど、そのポイントを貯めようか。難しいっすね、それちょっと。なるほど、はいはい。確かに、あとは視聴がめちゃくちゃあるんで、うんうん、視聴の CD があって、そこで結構、なんか気になったやつ、なんかちょっとメモして帰るみたいなのやってました、ね、うんうん、かなりタワレコには助けられました。リオン懐かしい。僕は音更けの、音更け町のブックオフ、ハードオフとか入ってるところです、はいはい、そこが一番ですね、CD もレコードも、あとベースとか、キーボードとか、うん、ドラムとか、なんでもあそこで買ってたんだよ。そしてじいちゃんばあちゃんちに行くタイミングで買って持って帰ってくるみたいな。うん、だから一番その、行ってたましたそこが音更けのハードオフ。音更け、そんなにすぐハードオフあるんですね。全然そう見よう。いや、帯広にもハードオフあって、音更けにハードオフあるんですけど、帯広の方がすごいんですけど、楽器的に。なんか音更けのハードオフがじいちゃんばあちゃんちから近いから、はい、でもいっぱい楽器もいっぱいあるしっていうので行ってます。苫小牧のブックオフもかなり行きましたけどね。そうですね。紙の割引券みたいなのもらってた気がする。中学生ぐらいまでは配ってましたですね。それなんかそれもらってそれを貯めてみたいなのをやってた気がしますね。頑張って。ここだったらその100円とか250円とか食べますもん。あ、そうだ、その時が一番安いしで250円でしたね。うん、今330円とかだけど、250円、280円。300いくらみたいな感じ、徐々にこうそこの値段が上がっていって感じですね。マジ、すっごくいっぱい買ったわ。買っちゃいますよ、やっぱり安いし。ツイッターであの CD に対して買いすぎるのは買う方が悪いんじゃなくて、その店にあるのが悪い、お店のせいでした。俺は悪くないです。そう店にあるのが悪いですよ。確かに確かに、あると買っちゃうんだから、うん、責任転嫁すごいですね。素晴らしいですね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。ちょっと懐かしい話、ちょっとなんか懐かしくなっちゃいましたね。いろいろね。すごい、はい、お二人のチャンネルにも動画上がりますので、ぜひ、見てみてください。します、はい、ちなみになんか僕は今年の2024年で頑張って登録者3000人を目指そうと頑張っておいて、はい、これ撮影時点で今何人ですか。2600ちょっと、あと400人ぐらいです、はい、というところで、もしまだ登録されてない方いらっしゃったら、ぜひ登録してください。応援よろしくお願いします。頑張れ。ではご視聴ありがとうございました。